肋骨が広がってウエストが寸胴になる原因は、猫背による肋骨が締まるスペースがなくなったことなんです。今回は猫背の解消、背筋、外腹斜筋を鍛えることで、一回でも肋骨が締まってくびれができていきます。その結果、姿勢が正しくなるため、垂れ尻や足汗、解決できてきます。まずは上半身の筋肉を緩めていきましょう。手を伸ばしたら横に振りましょう。楽に手を振ってください。しっかり後ろに振ることで背中が動きます。筋肉を緩めてから本題に入っていきますんで頑張りましょう。はい、OK。 手を後ろで組みます。胸を張って肩甲骨を寄せたままキープです。スタート。遠くに伸ばす感じです。斜め下に引っ張る感じ。しっかりね、胸の筋肉を伸ばしながら肩甲骨を寄せましょう。できる人はね、一緒に上を向いてみましょう。さらに伸びます。OK。 手を頭の後ろで組みます。このまま体を横に振りましょう。あと少しずつね、外腹斜筋を使っていきます。たまにね、下向いたりして、また前向いたりして、いろんなね、頭の位置で体を振りましょう。腕を交互に回していきましょう。あと小胸筋、肩、肩甲骨、ここがね、正常に動いてくると猫背が解消されます。まず肋骨を締めるポイントはね、猫背の改善が一番です。猫背が改善されないと肋骨が締まるスペースがないので、まずはね、体を引き上げる力をつけましょう。今度は上を向いたり下を向いたりして首を伸ばします。スタート。猫背が治ってもストレートネックが治らないと、やはり体がどんどん前にかがんでしまいますから、しっかり首の筋肉をね、後ろに伸ばして、首もね、直していきましょう。胸を張って背中を丸めるっていう動きをしましょう。スタート。背中を丸めて胸を張る。腰の筋肉が硬くなると、やはりね、反り腰になって、その結果猫背にもまたなりますんで、腰の筋肉をしっかりね、動かしていきましょう。順序をちゃんとね、この動画のように踏んでいくと一回でも変わりますんで頑張りましょう。 OK。 今度は左右に手をついて体を横に動かしましょう。スタート。腰回りの筋肉が横にも硬くなると、やはり前後にも硬くなってきますから、しっかりね、腰方形筋っていうね、筋肉をね、しっかり伸ばしましょう。腹斜筋もね、やはり伸びた方が肋骨が締まりますんで、腹斜筋もね、伸ばしましょう。 OK。 手を頭の後ろに置いて、片足を上げたら肘を近づける感じ、腹斜筋使いましょう。スタート。無理にね、肘でつけないように体を近づける感じで、斜め腹斜筋使いましょう。
OK。 今度後ろに手をついて、手で膝を押さえながら体をひねっていきます。スタート。息をね、吐きながらひねりましょう。ひねりながら肋骨をシューとね、縮めていくようなイメージです。キューとお腹を引っ込めていきます。もうだいぶね、肋骨が締まってきてるはずなんで、オッケー。今の感じで膝を立てましょう。交互、手を遠くに伸ばす感じで、スタート。ふー、息しっかり吐きながら、足近づけて手を遠く、どんどん中を引っ込めます。オッケー。手を合わせて胸を張ったら、今度は背中を丸める。だぞ。ぐーっとお腹を引っ込めながら、で胸を張る。手を遠くに伸ばす感じでお腹を引っ込めます。手を伸ばしながら、どんどん肋骨をぎゅーっと収めていきましょう。ぐーっと収めて、胸を張る。ぐーっと収める。緩める。オッケー。今度は手で肋骨を支えて、ふーっと軽く押さえるようなイメージで、膨らむこととへこむことを感じてください。スタート。ちょっと体をね、ふーっと丸めていくと、シューって入っていくと思います。また胸張ったら戻ります。ふーっと息吐きながらね、触ってみてください。また肺を広げるとね、あばらも広がります。またシューッと息吐いたら引っ込めますよね。 OK。 今の感じで、今度は引っ込めたまま息を吸ったり吐いたりしましょう。スタート。ふーっと吐くとね、絞っていくと思います。息吸うとね、また少し広がると思いますが、締めたまま息吸ってみてください。ちょっと体をね、丸めとくイメージで、お腹を締めとくと、吸う時もあんまり広がらないと思います。 OK。 次は膝立ちです。肋骨を触ったまま体を振ってみましょう。スタート。ちょっとへそをね、上向けとく感じで、今肋骨がね、締まってると思います。そのままね、体をね、振って外腹斜筋を伸ばしましょう。息吐くとね、締まると思います。OK。 手をそのまま置いて、胸を張ってお腹を締める。繰り返していきましょう。スタート。シューッと収めていきましょう。また広げましょう。ふーっと収めていきましょう。これラストです。頑張ってください。だいぶ締まっていく感覚が分かったと思います。このメニューは朝や夜、毎日1回ずつやるとね、確実にね、肋骨締まっていきますんで、 OK。 自分で肋骨触ってみてください。締まってきてるよって感じがあったらね、グッドボタンとコメントで教えてください。